クソン。あれはカップルなのか兄弟なのか。うわー、新木場すげえな。マジで工場しかねえな。工場と港とガントリークレーンしかねえ。お、Z 行かせ。オレンジが似合う車ってあんまりないけど、 Z は本当にオレンジが似合うよな。あれは名車だと思うわ。篠の目駅、篠の目なのなの。新木場ほんとなんもねえな。あとこれ土日やばそうだな、これ混み具合が。あ、土日じゃねえ、平日。あ、でも土日が今こんなもんか。どうせ土日しかあんま走んないしな。こんだけ空いてんなら全然いいな。ワンチャンあるで、新木場ワンチャンあるでって。住めねえよ、家賃高すぎてよ。ファーク、住宅街じゃないとこで住めるかってんだよ。高級だろそういうところは基本。あ、そういう構造分かりづら。あ、ポルシェ。え、だからカイエンじゃなくてテュアレグの方がいいって言ってるじゃん。イエース。なるほど、こうなってたか。ここが世界最高峰の本即売会が行われる東京ファッキンビッグサイト。お台場ってあんま分かんないよね。海の上にあるんだろうけどさ、地図の上上、地図上ではあんまりここが海の上って感じは全然しないよね。そんぐらい自然にこのなんていうの、繋がってるね。あれフジテレビか。あれレインボーブリッジどこだ。よく分かったらレインボーブリッジをまともに見たことがないぞ俺は。こんなに東京に住んどいて。ビッグサイトならね、毎年見てんだけどね。はぁ、なるほどね。ここまっすぐ行くと、公園があるんだ。船のなんとか科学公園。お台場は面白いな、形が。走りがいがあるぞ。左行くとゲートブリッジ？こっからゲートブリッジ行けるんだ。お、すげえ、ガンダムがいる。フジテレビの前にガンダムがおる。うわ、なんかイベントやってんのか。まあやるだろうな。で、ここが行き止まりか、お台場の。フジテレビがやるよ。あ、ロードスター、早そうなロードスターやな。新宿渋谷以外にも遊ぶ場所あったんだ。縁がなさすぎて全然知らなかったけど。フジテレビの裏側初めて来た。裏富士。え、裏こんなに風になってんの。超普通だね。表のあのインパクトが強すぎて。すげえな、フジテレビの横にあるマンションがほぼ横にある。どんな人が住んどんや、この子。芸能人か。待って、お金がいるらしい。じゃあ行かれ。ファーク。レインボーブリッジってお金かかんの。台場料金所に入れて書いてるぞ。ふざけんなよ。あれでも普通にみんな行ってるな、レインボーブリッジ。お金がかかるなんての嘘か。うわ、ジャグワー、クラシックジャグワー。やっぱお金かかるっぽいな。有料道路なのか、レインボーブリッジって。知らんかったわ。ファーク。なんだ、俺の勘違いじゃねえかよ。なるほどね、上を首都高が走ってんのね、レインボーブリッジは。で、首都高がただじゃねえ、あのお金かかると。で、下の一般道はゆりかもめと一緒に走ってるやつは無料っていうわけで、サイトライだぜ。いやー、また戻ってきたよ、ビッグサイトに。待ってるよ、年末行くからよ。ふぅ、行かす。お台場走りやすいな。やっぱ西より東だな、東京は。千葉もあるし、東最高かもしれへんぞこれ。別にお台場に特別用事があるわけじゃないんだけど、いろいろ近いよね。だって西っつったって何がある。奥多摩と新宿ぐらいじゃない。新宿、池袋、渋谷、マジで用ねえよ。新宿はちょっとあるけど、他は全然用事ない。むしろ秋葉が近い方が個人的には嬉しいね。うん。
があんだ。上が湾岸線か。へー、面白いな。東京の道はおもろいで。こっちが一般道か。左が首都高だ。で、右が一般道ってなってんだ。で、今レインボーブリッジ入った。あ、ほんとだ。レインボー入ってる入ってる。おほー、いいね。おー、レインボーブリッジいいね。うわ、綺麗じゃん。なんだ、やるやん、東京。ちょっと見直したで。おお。まあ、でも平日は来れないな、混みすぎてて。お、目の前にフジテレビが。いや、その出したらあかんやろ。ここ50キロ通りやで、おっさん。いやー、でもここ気持ちいいね。これは出したくなるわ。いい道、楽しいじゃねえか。意外とお台場見直した。でもこれってさ、この先って銀座とか品川じゃない？あの辺じゃない？で、皇居があるとこでしょ。クソ噛むとこじゃん。おー、いやー、いやー、ナイス。いい光景じゃん、いい景色やん。ループしてんのか。うわ、やるやる。おお、だいぶ面白い。意外といい道だね。てか埋め立て地はなんかいいね。大体いいよね。あんま外れないよな。でももう本当に内陸の住宅地はもうどうしようもないからね。変えようがないから、もう道の構造がしっちゃかめっちゃかで、全然まっすぐな道がないけど。やっぱ新しい道、新しいところってのはいいね。大きいものと新しいところって外れがないね、あんまりね。あ、ここ40キロ通りなんだ。もう工程ぴったりやで。うわ、めっちゃ監視しとる。 L システムだらけや。そして芝浦ふ頭、芝浦三田海岸通り、よくわからんけど。ファッキンコープ、お疲れ様です。んー、なんか普通の道に戻っちゃったかな。うわ、なんだ今、イカ釣り漁船みたいだな。イカ釣り漁船が自作デスクトップ PC みたいに光ってたな。あー、ああいうとこ住みてえな、あのボロッチー団地みたいなところ。でも目の前が川とかいうね、最高。あー、この辺はいつもの東京な感じだな。まあ面白みのない。分かった、芸術団地が旧海岸通りだ。ここは港区ですね。京王があるんじゃねえかな、その辺に。皇居前を通って帰るぞ。あ、行けんじゃん。お、危ねえ、危ねえ、危ねえ。急制度や、ちょっと。セルフ急制度や、ちょっと。ていうかさ、ほんとさ、わさびバッテリーっていう純正の GoPro の、GoPro の、あ、純正じゃないや、あのサード製のバッテリーがあるんだけど、ほんとこれクソだね。もうダメだ、これ。ほんと使い物にならん。40分で消えてるぞ最近。なんか3つから2つになるのが異常に早くて、まあ、それはあの公式ってね、あの普通の公式も同じなんだけど、これはね、2つからね1つになるのがね、いくらなんでも早すぎるね。これを2つ使うんだったら、この脳なしバッテリーを、これ2つ入ってるんですよね、買うと。で、これを買うんだったらちょっと値段高くなるけど、純正を1個持った方が絶対エネルギー効率がいいですね。エネルギー効率、撮影の効率がいいですね。取り替える必要がなくなりますからね、1個分。ひょー、港区かっこいい。あ、ま、やべ、ミスった。道間違えた。ファーク。港警察署の前やなんけ。おお、あの鈴木かっこいい。じゃなくて、U ターンして1号線をずっとまっすぐか。やばいな。運行わさびバッテリーが切れる。黄色4か4プラス買ったら、絶対お前のサード製使ってやるね、このサード製。目の前が東京タワーですね。芝公園。絶対東京タワーの手前で切れるだろ、このバッテリー。ファック。ちょうど東京タワー入りそうに移りそうになった瞬間、これ切れる。新幹線。20ペソかけていい。やべえ。大丈夫か、この場は。おっと、赤だな。やめとこ。ちょ、危ねえな、こいつ。怖すぎだろ。ちょっと待て待て。目の前が名誉ある国道1号ですね。お、すげえ、ここさすが国道1号だ。目の前が東京タワーって、ここ豪華すぎんだろ。お、159か。携帯で撮ってる東京タワー。俺も GoPro で撮ってる。ここいい
いとこじゃん。赤羽橋サウス、赤羽橋南交差点目の前が東京タワーで視界を遮るものがない。ここはいいスポットですね。こんなとこあったんかい。あんま内側には来ませんからね。言って明治通りぐらいまでしかあんま走らないから、あれだって敬遠してたけど、来ると意外とこういういいとこあるんだな東京はな。ただちょっと杉並とか練馬あたりは本当に何もないだけで、ただなんかこう出るだけだからつまんないけどね。都心に行けばいろんなランドマークがあるから、それこそなんだ、あのアサヒビールの本社とかさ、東京スカイツリーとか、浅草ものなんだあれ何門だっけ、なんとか門の前とかね、いろいろあって素晴らしいですね。アルファ音いいな。見かけによらず結構重低音だから生かすわ、アルファは。あとエンブレムがかっこいい、あった時にね。お、3号だ。でも今日は Z の方がかっこいいって思ってるな、なんか知んないけど。おお、SLS じゃん。なんだここ金持ちロードすぎ、バロタ。珍しいな、なんだあれ。ああ、なんだ今の、今のレトロなんだっけ。あれもポルシェ、いや違うな、なんかグランツーリスモにあったぞあれ、あの車。ダメだ、思い出せない。虎ノ門、都会なのはいいんだけど疲れそうだな、こんなとこいたらいつも。常に全力で仕事しないといけないんだろうな。優越感はでもあるだろうな。霞ヶ関2丁目交差点。いやー、これはロンドンのビッグベンの前みたいになってますね。政治的な主張を掲げる方々がテント張ってますね。どこ行っても同じですね、そういう光景はね。ロイヤルジョーダニアンがビッグベンの前を通ってるよね、いつも。あのデイリーオブザベーションで。あの人もあの辺で仕事してるのかな、こういう中央で。マジで謎に包まれてるよね、あの人の場合はね。一番謎に包まれてる気がする。そこがミステリアスで面白いけど、あんま喋らないしね。で、たまに喋ったと思ったら、やべえ、めっちゃイケボだからな。クソかっこいい声だもんな。多分、元ブロガーのイケボランキングつけとしたら、ロードラジオダニオンと元のシティはトップ2に確実に入ると思う。怖え、ここの合流。新宿がこっちや、皇居前。あそこは国会議事堂ですね。この内堀も非常にいい道なんだけど、まあいかんせんちょっとね、あの外線車と警察が多すぎてあんま走りたくないよね。おお、捕まってる。コップだらけだろマジで。日本の警察ほんと真面目だよね。いいことですけどね、ありがとうございます。綺麗だな内堀、歩くのに最適だねこれ、走るよりも車で。やべえなこれ、LP ガスのせいで前が見えねえ、怖い。超怖いトラック、後ろも横も前も通りたくねえ。上智大学四ツ谷ですね、はい。で、まっすぐ行くと新宿、歌舞伎町、まっすぐ行って山手通りぶつかって、明治通りじゃないな、あ、山手通りですね、山手通りぶつかって神奈川、終わりです。たまには東京探索するのもいいね、田舎道だけじゃなくて。結構上の地図の上から見るとほーんって思ってたもんが、行ってみるとああこうなってたかってなるからね。スモークガラスのせいでもうちょっと夜に入ってるように見えるけど、まだ全然夕方だな。前が四ツ谷区民センター、あの三角形になってるのが、左の塔が NTT ですね。 NTT のなんか新宿じゃないや、代々木にあるビルですね。左に行くと新宿駅南口のあの前ですね、要するに甲州街道国道25線。右に行くと新宿駅東口、アルタ前、まっすぐ行けたらアルタ前ですね。でちょっとまっすぐから右に明治通りあたりでそれると歌舞伎町前、それを直進すると西新宿。また捕まっとる、ほんとよく捕まってんな、やべえな。 Too many cops Fuck。 ここにもおる。ここか、危ない、ビビった、警察が後ろおった。 Fucking cop。 なんかやらかしたんかと思ったわ、まったく。
今日何人目だよ。50代ぐらい見てる気がするぞ、白バイ。それイギリスで面白いニュースがありましたよね。なんかニュースっていうか事件なのかあれはよくわかんないけど、なんかあの向こうの白バイ、白バイっていうか、あのバイクに乗った警察いるじゃないですか、向こうにも。でそのイギリスの、バイクに乗った警官のコスプレをして、はい、そこの前の車両、はい、そこ止めてくださいみたいなことをやってたバカがいたらしいんですけど、そいつがはい止まってくださいっつって止めた車が警官だったらしくて捕まったんだって。ちょっと笑ったあれは。いやしかしね、アロー22いいっすよ。改めて言いますけども、あのライディングポジションにすごく最適な形してますね。なんかライディングポジションと、もしかしたら登山する時のあの前かがみの姿勢っていうのかな、あれ似てるのかもしれないですね。だからなんかあのライディングポジションっていうのは少し前かがみになりますから、もうなんかねすごいぴったりフィットなんですよね。で多分登山する時も前かがみですよね。少し猫背でずっと登り続けると思うんですけど、それにねやっぱり合わせてあるからか知んないですけどね、ほんと違和感が全然ない、ゼロです。むしろなんだろう、その普通に街歩きとかするときはそんな猫背で歩かないですよね。普通はあの肩じゃない、あの背筋伸ばしてピッピッピッって歩くじゃないですか。だからねそっちの方がちょっとあの何、背中の硬い部分が当たる感触がはありますよね。びっくりした、本当にこいです。割とおすすめです、バックパック探してる人は。変にヒューズボックスとかああいうなんか何や、妥協しなくてよかったなと思いましたね。やっぱ安物買いの銭を失わしたくないですよね。多少高くても絶対その質がいいっていう風に直感で感じるんだったらそれ買うべきだなっていう風に、改めて思いましたね。今回はすごくいい買い物したなって思います。